なるほど。ではついに君の意志が遂げられるということだね。そうだ、ついにチャンスがやってきたんだ。素晴らしいイースターになることを祈っているよ。ホームズ、ホームズ、いるのか。帰ったぞ。おかえり、ワトソン君。往診を終えた後のリージェンツパークでの時間つぶしはまんざらでもなかった様子だね。な、つけてたのか。水仙の香り、そして君の靴、コート、杖、それらを見ればわかることだよ。君の方はその忌まわしい瓶の中身とウイスキーソーダが減った以外5時間前と変わらないようだな。ソファーと一体化するのは構わないが、食事くらいはちゃんと取れと言っているだろ。特に必要性を感じなかったので取らなかった。それに今日からイースターホリデーだとかで、ハドソン夫人と使用人たちはここにはいない。そして私が取り組むべき事件もない。よって私はこうして無意にこの頭脳を眠らせているというわけだ。そうか。新聞の事件欄はもう見たか。どこか演奏会は、いっそパーティーにでも出席するか。先月クマをペットにしたことでニュースになったレディ・ジュリアがお屋敷でイースターパーティーを。マトソン、君はその貴婦人に少なからず関心がある。行ってきたらどうだい。そもそも私のこういった状態にうんざりしているんだ。夜の時間つぶしには最適なはずだよ。そういう言い方はないだろう。僕だって昨晩は少し言い過ぎたと反省しているんだ。別に反省する必要はないよ。君は君のしたいように発言し行動する。私も私のしたいように発言し行動する。この公平な関係性を君がもう少し理解してさえくれれば。ホームズ、そういうところだろう。やっぱり君は僕が何に対して不満を抱いているのか全く理解していないじゃないか。うん、論点が違うと言っているんだ、ワトソン。なんだ。静かに。馬車が止まった。この下宿の前だ。え、もう夜だぞ。依頼人か。そう願いたいね、ワトソン。私が着替えている間に下でお客を出迎えてくれるかい。何せ今日は給仕もメイドもいやしないからね。さて、お話を伺いましょう。デルフォード夫人、お見受けしたところ何かに大変怯えていらっしゃるようですが。ええ、どうやら相談相手は私か警察かで悩まれたご様子。そういった場合、公にしづらい事件かどこか奇妙な事件であることが多いのですが。ええ、確かに奇妙な話ですわ。私、ウェストンパークのそばに住んでいるのですが。ああ、近くに広大な屋敷がありますが、もしやそこの。いえいえ、とんでもございません。あの屋敷はレディ・ジュリアのものですわ。私はその裏のほんの小さな家に住んでいますの。ご近所にお騒がせな有名人とは、さぞ賑やかなことでしょう。それで、何かスキャンダルに巻き込まれましたか。いいえ、そちらとは全く関係ない話なのですが。ああ、まずホームズさんにこれを見ていただきたくて。うん、これは赤い卵、イースターエッグですね。しかし見事な装飾品だ。宝石まで散りばめられている。このイースターエッグが我が家にもたらした不気味な出来事をぜひ解決していただきたいのです。ほう、不気味な出来事。これは私のものではなく、昨日我が家のベランダ、その植木の土に埋もれていたものなのです。植木鉢の土の中から顔を覗かせていたという状態ですか。はい、そのベランダには普段私しか入りません。また植木以外には特に何もない場所。こんなものを埋めていく理由もさっぱりです。奇妙に思いましたが、あまりに綺麗だったもので拾って部屋に飾りました。そして今
日暮れ時です。まるでこのエッグに引き寄せられたかのようにガリガリという物音とともに何者かが我が家にやってきたのです。何者かとは？日が落ちていたのではっきりとは見えませんでしたが、うずくまった真っ黒な化け物でした。髪がボサボサで窓を開けようとしているようでしたわ。ああ。その大きさはどれくらいですか？一瞬立ち上がって、そうね、大人の男性くらいはあったかと思います。なるほど。しかしその者はすぐにあなたに気づき、その場を去っていった。違いますか？ええ、その通りです。ですがイースターホリデーの間メイドは実家に帰ってしまい、今夜家には私一人、とてもじゃありませんが夜を過ごすのが怖くて怖くて。事情は分かりました、テルフォード夫人。しかしこの件は警察に任せた方が良さそうですね。私の知り合いに大変頼りになる人物がおりますので、その者に連絡いたしましょう。ホームズさん、ご心配なく。あなたは警察に守られ安全に夜を過ごし、さらに翌朝には犯人も捕まっていることでしょう。さあワトソン、スコットランドヤードに至急電報を。あと大きな網と蜂蜜を用意してきてくれるよう伝えてくれ。網と蜂蜜？一体どういうことなんです？あ、夫人、この美しいエッグをお忘れなく。窓辺に置いておけば今夜もその黒い化け物はお宅を訪れることでしょう。大丈夫、さほど恐ろしい化け物ではありませんよ。はあ。なんだかスコットランドヤードに全て押し付けただけの気がするが。おや、鋭いね。私は探偵であってボディーガードでも、ましてや調教師でもないからね。こういったことは警察に任せるのが一番さ。ああ、どういうことだ？とにかくこの事件、というまでもないこの出来事は私の興味の範疇外ということだよ。ああ、ホームズ、昨日のテルフォード夫人の件で警察から報告が来たぞ。で、黒い化け物は捕まえられたのかい？いや、捕まえ損ねたらしい。相変わらず警察の優秀さには驚かされる。それがどうやら警察が言うには、昨晩夫人の家を訪れたのは黒い化け物ではなくて普通の人間だったようだ。ほう。なんだ、急に身を乗り出して興味の範疇外じゃなかったのか？いや、人間が来たとなると話は変わってくる。うん？化け物が来た方がよっぽど変な話だろう。ワトソン、いいから話を進めたまえ。その侵入者は人々が寝静まった深夜に訪れたらしい。黒ずくめの服装をした、おそらくは成人男性。警官たちが網を使うか悩んでいる隙に闇夜に紛れて消えたそうだ。素晴らしい、警官も蜂蜜は必要ないという点には気づいたわけだ。ホームズ、失礼。それで警察はこれが人間絡みの真っ当な犯罪であると判明したにもかかわらず、私に突き返してきたわけだ。話が違うじゃないかと。ワトソン、もったいぶらず、その背に隠している依頼をよこしたまえ。よかったな、ホームズ。謎を呼ぶイースターエッグだ。この間と変わったところは特になし。ワトソン、君はこのエッグについてどう思う？普通のイースターエッグだろう。やや飾りが多すぎる気はするが、もしかしてこの宝石が偽物ではなく本物で、それを狙う者がいるとか？はあ、君は相変わらず大事なことを見落とす。匂いは嗅いだかい？匂い？ああ、確かにいい香りがするな。それがこのイースターエッグが影を呼ぶ原因さ。さて、このエッグを持ち主に返そう。まあ元の持ち主かどうかはさておき、関係があることは間違いないだろう。え？君はこれの持ち主を知っているのか？だって昨日は何も。喜べ、ワトソン、君の出番だよ。ん？
このエッグを持ってこちらのレディを訪ねてくれ。こういうのは女性の扱いに長けた君が適任だ。おいホームズ、この住所は？頼んだよワトソン君。ここがレディ・ジュリアの屋敷か。さすがは社交界の花。屋敷はもちろんだが庭も広大、それに手入れも行き届いているな。お待たせいたしました。主人がお会いになると申しております。どうぞ。はい。それにしてもカラスが多いな。広すぎてカラスの住処になっているんじゃないのか。失礼。あの金網に覆われた庭は何ですか？カラスが群がっているようですが。あそこは奥様が最近飼われ始めた熊の敷地です。どうしても残した餌にカラスが群がってしまって。ああ、噂のペットですか。いやはや熊とは世話は大変そうですね。いえいえ、熊とは言ってもまだ子熊ですし、非常におとなしくて可愛いものですよ。はじめまして、ドクター・ワトソン。お噂は金々。私、ジュリアと申します。美しい。ドクター？突然の訪問、それにパーティーの準備でお忙しい中、ありがとうございます、レディ・ジュリア。どうぞ、お気になさらないで。お会いできて光栄ですわ。それで、我が家にはどんなご用件でいらっしゃったんですの？もしかして、近くで何か事件が起きたとか。いえ、大したことではないのですが、レディ、こちらをご覧いただけますか？あら、そのイースターエッグは見覚えがありますか？ええ、もちろん。それは私からいとこのノーマン・リスター男爵に送ったものです。でも、なぜそれをあなたが？とあるご婦人からお預かりしました。このエッグがなぜかそのご婦人の植木鉢に埋もれていたそうなのです。どういうことです？その経緯はまた後ほど。あなたがこのエッグを送った男爵は今どちらにいらっしゃいますか？実はいとこのノーマンは最近何者かに命を狙われ身を隠しているのです。ただせっかくのイースターですし、少しでも気晴らししてもらおうと我が家のパーティーに招待しまして。では男爵は今このお屋敷に？ええ。よろしければ少しお話をお伺いしたいのですが。わかりました。かのドクター・ワトソンですもの。あなたならば男爵も安心して会うことでしょう。少しお待ちください。ぶしつけで大変恐縮ですが、このイースターエッグはあなたのもので間違いありませんか、リスター男爵。これは、確かに私のものです。ここの窓辺に飾っておいたのですが、いつの間にかなくなっていて探しておりました。ということはこのイースターエッグは何者かに盗まれたということでしょうか？さあ、それらしき人物は見かけませんでしたが。あら、誰かしら。人払いをしておいたのだけれど。失礼いたします、お嬢様。この声、いや、まさか。ここの部屋には近づかないよう、使用人には伝えたはずです。すぐに出て行きなさい。それはできかねますな。え？私は使用人ではありませんので。ホームズ、変装か。だがどうやってここまで？何、侵入者が私であったらと仮定して
この屋敷のセキュリティをチェックしていったらここまで来れてしまったというだけのことだよ。まあ、ホームズさん、本物？新聞でお顔は存じ上げておりましたけれど、まさかお会いできるなんて。レディ・ジュリア、感激していただくのは結構ですが、状況をもっと深刻に受け止めるべきです。これほど簡単に忍び込むことができる屋敷に命を狙われているリスター男爵を滞在させる、あまりに甘すぎますな。そんな、私はただノーマンに喜んでほしくて。実際あなたの正体のせいで彼は危うくゲストルームで殺されるところでした。殺され、私とドクター・ワトソンが伺ったのはその捜査のためです。結論から言わせていただきますが、このイースターエッグはリスター男爵、あなたを殺す策略に使われたものだ。何らかの情報網で男爵がこの屋敷に滞在することを知った犯人はこの特殊なエッグを用意し、彼のものになるよう手配した。あなたが彼に送ったものですよね、このイースターエッグは。まさか私がノーマンを殺そうとした、そうおっしゃりたいの？いいえ、そうではありません。このエッグはどうやって用意されたのですか？使用人に選ばせました。贈り物に綺麗なイースターエッグを用意するようにと。具体的に誰が用意したのかまでは。考えられる経緯はこうです。その使用人に紛れ込んだ犯人はあなたに頼まれたエッグを準備し、それと同時にある動物を使って別の準備を進めた。動物？先月こちらで飼われ始め話題になった子熊ですよ。犯人はあの子熊にあるしつけを施した。ラベンダーやゼラニウムといったポピュラーな香料にほんのわずかだが嗅ぎ慣れない匂いがブレンドされている、遠い異国の香料かもしれない。この特殊な匂いを嗅ぎつければ餌にありつけると。そんなことを一体何のために？リスター男爵の居場所をより詳しく知るためだよ。命を狙われている彼の部屋は10以上あるゲストルームの中から選ばれる。当然使用人にも内密にだ。だが香りをつけたイースターエッグを彼が持っていれば、そして匂いに敏感な子熊にその香りをたどるよう調教しておけば、建物の外からどの部屋にいるか探し当てられるということか。しかしここで犯人にとって想定外のことが起きた。男爵は部屋に入ったものの、送られたエッグを窓際に置き窓を開けた。おそらくこのエッグの香りが苦手だったのでしょう、リスター男爵。実はゼラニウムの香りが少し苦手で。そしてこの庭にはカラスが住み着いている。カラスが好きなものが何だか知っていますか？光るものでしょうか。その通り。こんなにキラキラと無駄に光るエッグだ。カラスも気に入ったのでしょう。窓辺に置かれたエッグを少し離れた自分の宝物の隠し場所へ持ち去ってしまった。あ、その隠し場所がこの家の裏手にあるテルフォード夫人の家の植木鉢ということか。そうするとしつけられた子熊は匂いをたどって隣の家へ行ってしまいますな。ええ、日暮れに放たれた子熊は庭続きの公園を突っ切ってテルフォード夫人の家にたどり着いた。まさかカラスがエッグを持ち去ってしまったとは思わぬ犯人は、子熊の見つけた場所が他人の家でさぞ驚いたことだろう。しかし考えてみればこの手はありだ。誰もが皆男爵はレディ・ジュリアの屋敷にいると思っている。彼を隠すには実はこの隣の家こそが最適なのだとね。その日の深夜にテルフォード夫人の家に忍び込むも、待ち構えていた警察に遭遇した。逃げ出しながらも犯人はより確信したはずだ。ここにリスター男爵がかくまわれていると。正確には勘違いだとはいえ、エッグと子熊の仕掛け自体は正しく機能していたわけだな。それで肝心の犯人は誰なんだ、ホームズ？そう慌てるな。レディ、男爵が昨晩何者かにつけられ2階にこもってしまった。
という噂をそれとなく屋敷に広めていただけますでしょうか。それと門番の人数をあからさまに増やしていただきたい。うん。犯人をおびき出すつもりだな。おそらく犯人はエッグと子熊の仕掛けにより自信を深めている。リスター男爵が今夜間違いなくこの屋敷にいると知れば仕掛けてくる可能性が高い。ホリデーが終わってしまえば男爵は故郷に帰りまた雲が暮れ、もたもたしてはいられないはずだ。そして出てきた狐を捕まえるのは当然君と私だ。銃は持ってきているかい？いつものことだろ。というわけですレディ、客室をもう一つご用意いただけますか？すぐに手配いたします。それでよろしいわね、ノーマン？ああ、問題ない。それまで私は別室に身を隠しておいた方が良さそうだ。犯人はこの屋敷内のどこにいるのか分かりません。どこか別の場所に身を隠された方が。いや、男爵の言う通りここにいた方がいい。私たちの目の届かないところで危険な目に遭ったら対処ができませんからね。この家でホームズさんの活躍が見れるだなんて自慢できちゃう最高のイースターだわ。レディ・ジュリア、エッグの香りが外に漏れるよう窓は開けたし、ベッドは男爵が寝ているように見える細工をした。あとは犯人を待つだけだな、ホームズ。そうだね。あ？どうしたんだ？いつもはワクワクしながら待ち伏せるのに。己の判断ミスを顧みていた。私は最初この件はイースターというイベントとカラスとクマの習性が引き起こした偶然の出来事だと考えていたんだ。この時期はあちこちでイースターエッグが作られ配られる。新聞に載ったペットのクマにも送られたかもしれない。そしてそのエッグをカラスがさらったかもしれないとね。君知ってるかい？クマは己の所有物に対する執着心が異様に強いんだ。嗅覚も犬のそれより鋭い。この屋敷の子熊が檻を破ってテルフォード夫人の家にやってきた。それだけのことだろうと鷹をくくってしまったんだよ。そう自分を責めるなよ。結果として君は正確な推理のもとこうして人を救えるんだ。全ての事柄に人の悪意や打算まで含んで推し量るなんて心身の健康のためにも良くない。医者としてはおすすめできないな。悪意や打算か。実際に会えばそれらは意外にも分かり合えるものだと私は思うけれどね。ねえ君、そういった意味であのレディ・ジュリアの醜さをどう思う？ん？醜さ？おい、あんな美人はそうそういないぞ。外見じゃない、内面だ。心が醜い。なぜやもう愚かなんだろうね。いとこの気晴らしのためとは言っているが、本当は自分の見栄のために命を狙われているいとこをパーティーに参加させる。贈り物のイースターエッグすら自分で選ばない。さらにはこの暗殺計画を娯楽として楽しみ出す始末だ。なるほどね。しかしホームズ、君は間違っているよ。何がだい？醜い女性など存在しない。英国紳士の心得として基本中の基本だ。ああ、さすがはレディ担当、実に画量に富んでいる。そういう言い方はよせ。まったく、その女性嫌いと嫌味な物言いを君はもう少し。ワトソン、お客様だ。動くな。そっち行ったぞワトソン。どけ、くそ、このおとなしくしろ。ワトソン、足を打て。どけ、そそれたか、これ。リスター男爵、やつのナイフは確保した。取り押さえてくれ。じっとしていろ、動くと命はないぞ。リスター男爵が加勢してくれて助かりました。おい、よかったな。
足を打たれずに済んで。素晴らしい。自分が狙われているにもかかわらず、その勇気ある行動を感服いたしました。じっとしていられなくてね。さて、私を狙った不届き者の正体を拝ませてもらおうか。お前は、君はあの熊の世話係だね。はあ、まあ初めから分かっていたことだが、この熊にそんなしつけができるのは君しかいない。それで君にそれを命じたのは誰だ？名前も顔も知らん。成功したら今の給料の100倍をくれると言うから。妹が病気でどうしても金が。男爵、大金と引き換えてもあなたのお命を狙う輩というのはそう多くないはず。心当たりがおありですね。ああ、おそらく私の弟だ。なるほど。目的は昨年より体調を崩されているお父上の遺産といったところですか。実にくだらない。動機としては短絡的だ。この先は警察の仕事ですな。いいのかホームズ、まだ主犯である弟君の居場所はわからないのだろ。それについては我々より彼の方がよくご存知だ。そうでしょ、ノーマン・リスター男爵。ホームさん、何のことでしょう。私は弟の居場所など。ちらじらしい。種が分かっている手品にこれ以上反応を返してやれるほど私は寛容ではない。残念、また見抜かれてしまったな、シャーロック・ホームズ。お前はアルセヌ・ルパン。よく言ったものだ。最初から騙しきるつもりなど皆無のくせに、そんな変装を見抜けないのはよっぽどの間抜けだけだ。僕は分からなかったぞ。そりゃ残念だ、ワトソン君。リスター男爵は私の古い友人でね、弟君との仲を取り持とうと思っていたのだが、無駄だったようだな。悪党の暇つぶしに無駄も有益もあったものじゃない。最後まで高みの見物でいるべきだと思うがね。まあそう言わないでくれ。あの兄弟はなかなか複雑でね、弟君の動機も単なる遺産目当てではないのさ。まさか情に訴えて警察に突き出すのは待ってくれとでも言い出す気じゃないだろうな。そう言ったら聞いてくれるかい。何をバカな。どんな理由であれ兄を殺害しようとしたことに変わりはないだろう。敬礼と、そうやって弟を罪に問うのはリスター男爵当人の望みではないのさ。せめて弟君には私から今後こんなことをしても無駄だと伝えよう。ロンドンには偉大な名探偵がいるからとね。果たしてそれで引き下がるかね。遅かれ早かれ牢獄に入るのならまだ若い頃の方がマシというものだ。大丈夫、時間と言葉は思いのほか人を変えるものだよ。その認識が君と私との違いだね、シャーロック。君は推理力は確かに優れているが、人の心の奥底を押し量るのはまだまだのようだ。ほう、おや、失礼。気分を損ねたのなら謝罪しよう。君に嫌われるのは私にとっても本意ではないのでね。さて、君の処遇だが、今夜中にやたらと君に懐いているその子熊を連れて出ていくといい。どうせあのレディはそのペットにとっくに飽きている。は、はい。犯罪に利用した上、今後あの子熊を無下に扱ってみろ。すぐに見つけ出し、今度こそ牢屋にぶち込んでやる。アンジー、アンジー、おいで。それでは、そろそろ私もおいとましようか。今回も楽しいひとときだった。また会えるのを楽しみにしているよ。まったく不愉快なやつだ。自分勝手なところはある意味君と似ているがね。私は自分勝手なのではなく、自分のしたいように振る舞っているだけだ。
まさにそういうのを自分勝手と言うんだ。じゃあ私も教えておいてあげよう。少し口論したくらいで私から距離を置こうとする奴も自分勝手と言うんだ。今更おとといの話を蒸し返すのか。君は別に距離を置こうとはしていないよ。いや離れた。ああいう君を見ていたらつい口を挟みたくなるだろう。心配で。心配？はあ、もういい。そうだな、僕がそばで気をつけて見ていればいいことだ。おい、今笑ったな。いやいやいや、なんでもないよ。君に心配されるというのも悪くない。ん？何か言ったか。気にするな、ワトソン君。それよりも本物の男爵とレディにどう説明すべきかを考えないとね。なんだこの山のようなゆで卵は。ハドソン夫人が帰ってきたからね。たくさん作ってくれと頼んだ。ベイカーストリートイレギュラーズのみんなにも配ろうと思ってね。なるほどな。ウィギンスも喜ぶよきっと。ノーマン・リスター男爵はあの騒動の後無事故郷へと戻った。疑惑の弟とも和解したのか、はたまた弱みを握ったのか、命を狙われる恐れはなくなり平和に暮らしているらしい。お騒がせなレディ・ジュリアは最近は屋敷の一部を巨大迷路にしたことで紙面を賑わせている。結局リスター男爵は弟を許したってことかな。ま、詳細は闇の中だが、僕の兄じゃこうはいかないだろうな。全くもって同感だ。いざ仲がこじれれば兄弟の関係ほど面倒なものはない。もちろん私は兄のマイクロフトに怨恨だの反感だのは持っちゃいないがね。君ら兄弟が頭脳対決で命の取り合いか。どうなるか想像もつかないし想像もしたくないな。もしもマイクロフトが私の命を狙ってきたら、おそらく私は一生息を潜めて生きていかねばならないだろうね。見つかってなどやらないが、かといって逃げ切れる気もしない。僕も兄とは仲が悪かったが、とある儀式のおかげで殺意までは絶対に湧かないな。儀式？どんな儀式だい？こうするのさ。いきなり何をするんだ。卵を投げてくるなんて正気か。正気も正気。それぞれの卵をぶつけ合ってダメージの少ない方が勝ちっていう北部の遊びさ。ほら、おい、よしたまえ、ワトソン。この、あ、いって、案外当たると痛いな。それならこうだ。そんなにいっぺんに投げるな。机を縦にしたところでこうだ。それは君、反則だろう。もういい。私の負けだ。元軍医を舐めるなよ。たまにはいいな、こういう遊びも。しかし、痛いし、汚れるし、そんなに楽しいものじゃない。そりゃそうさ。本当は、ぶつけるのは、相手が置いた卵に出会って、本人ではないからな。嘘を教えたのかね、ドクター。アレンジと言ってくれたまえ。ところでワトソン君、なぜイースターは復活祭では赤く染めた卵を飾るんだい？え？赤い卵はイエス・キリスト復活のシンボルだからだよ。まったく、君はこういった一般常識には本当に疎いな。一般人が常識として知っている情報を私の頭に入れておく必要はないからね。ここには事件というパズルを解くためもっと有意義な情報を詰めておくべきだ。そうだな。けれど君が私を心配して教えてくれる一般常識なら364日間は覚えていてやってもいい。なら僕は来年のイースターでも君の仰天した顔を拝めるってわけか。
そういうこと。